プルダルメゾーは、フランス、ブルターニュ地域圏、フィニステール圏のコミューン。カルン島コミューンとしてのプルダルメゾーの特徴は、2つの中心地、東のプルダルメゾーと西のポルサルがあることである。2つの町は 4km の距離がある。ポルサルは 2km の長さのリアス式海岸近くにある。南側のアベール・イルデュー。 西のアベールブノワとアベールブラクと比較すると幅も狭く長さが短いため小さなアベールという意味のアブリグの名で知られている。海岸に隣接するという地理的な特徴からこれまで歴史を通じて人口のほとんどは農業か、漁業のみならず海藻を収穫するという海洋資源を利用する仕事に従事してきた。海岸は加口岩室のギザギザした岩がちな風景である。 岩礁や小島が多くて、高校を困難にさせている。ポルサルとポールブエンの小さな入り江は、気まぐれな潮の影響を受ける海峡へ往来が可能な停泊地となっている。ポルサル沖合にあるカルーン島は、干潮になると往来が可能になる。この小島には新石器時代のケアンが存在する。ギリギリのドルメン1908年に撮影された、礼拝行進プルダルメ像は、かつては、 原始キリスト教の教区であり、教区には、プルダルメ像の他にサンパビュー、ランプルダルメ像が含まれていた。歴史家、アルティールドラ・ボードリーによれば、ポルサルでは517年代、AR マーク、エイジドという名の言い話があった。そこは、ブリテン諸島からやってきた聖ポール・オレリアンが最初に、ヨーロッパ大陸に降り立った地点であるという。彼はそこに、プラウトメディウ教区を創設した。 聖ポルオレイリアンは長くこの地方に留まり、ラナポールという世に暮らしたという。最初の教区の中心は、現在の町の南側にあった。当時の中心地であるイタームズ・コズ集落は、レオン市教区に属していた。教区の移転は1544年以前に行われている。16世紀のプルダルメゾは、レオン市教区に属し、ブレストとサンルナンを管轄するセネシャルが治めていた。 プルダルメゾーのサンテロアレ拝ハイドでは昔から馬のパルドンが行われていた。サンテロアのパルドンでは人々は泉から流れ出る水を飛び越えるのだった。この流れる水を飛び越える行為はサンテロアの条約と呼ばれ、法上と多産の祈りを表したものだった。フランス革命は当初好意的に受け止められた。確かに主任司祭のごレ氏も 1790年に、レオン司教座とコルヌアイユ司教座が統合して、カンペール・レオン司教座が成立した1790年、カンペールの憲法司教選挙を主催していた。しかし、宗教上の疑念がすぐに、時代の雰囲気を毒するようになった。1793年3月の30万人の放棄は、欧州の君主制からの脅威に対抗するため決定し、 レオン司教座内での放棄の一部に加わった。したがって、プルダルメゾーは、反乱を起こしたレオン司教区側に属した。プルダルメゾーの主張であったフランソワ・バルビエは逮捕され、1794年4月にブレストでギロチン刑に処された。プルダルメゾーの戦死者慰霊碑には、197人のフランスのために命を捧げた者の,の名が刻まれている。 一人は1914年にフランス領モロッコで143人は第一次世界大戦で48人は第二次世界大戦で3人は第一次インドシナ戦争で2人が朝鮮戦争で戦死している第二次世界大戦中イギリス空軍の爆撃機ハンプデンが1941年7月24日プルダルメゾーノルサヌーという土地に墜落し3人の 兵士が死亡した。彼らは、ブルダルメゾーの墓地に埋葬された。二人の兵士が負傷したもののパラシュート効果で助かり、ドイツ軍の捕虜となった。1943年4月5日、ブレスト空襲後のイギリス空軍爆撃機が、帰路の途中にギパワの飛行場から飛び立った、ドイツ空軍機の攻撃にあった。イギリスのベンチュラ機2機がイギリス海峡で墜落し、三機目も、 イギリスのポートリース空軍基地機関を目前にして墜落した。4期目はプルダルメゾーのレストレオネに墜落した。レストレオネで戦死した1人のイギリス兵と3人のカナダ兵はプルダルメゾーの墓地に埋葬された。ドイツの爆撃機もこの戦いで犠牲者を出した。1978年3月16日、ポルサル沖合で232,182トンの 原油を積んだ大型タンカーのアモコカディス号が難破し、最悪の原油流出事故となった。プルダルメゾの人口増減グラフ参照もと、1999年まで、イヘス、2000年以降は NSEE。ありがとうございます。